はい、皆さんこんにちは、日曜日恒例の大人チューブの時間がやってまいりました。早速なんですけれども、今回、今黒田が着ておりますニットとそのカットソーなんですけど、これの、コラボしたあのトップスをご紹介させていただきます。ちょっとほっこりしたイメージで、あの皆さんにお召しいただきたいなっていうふうに思ってます。ポイントなんですけれども、このカットソー生地と、それからこれはあのニット、これをうまくこう組み合わせてるっていうところが推しなポイントなんですけど、あと、首元のこの、いぶしたボタンですね、これもちょっとこだわりポイントで、あとお首周りですね、ちょっとこう詰まってるっちゃ詰まってるんですけど、あのね、ボトルネックね、ちょっと横に広がったような感じになってますので、こうグッとした、まあ、圧迫感はないのかなっていうふうに思ってます。で、お嫁は、今彼女が着てますこれレッドですか。そうですね、レッドで、でもここはボルドーなんで落ち着いてますよね。ちょっと大人っぽい感じの赤系で作られています。で、まずこのお色と、あとちょっと2色あるんですけど、そうですね、このネイビーですね、かわいい、うん、ネイビー、それからこちらがネイビーになります。で、こちらのグレード、じゃあ、まあ実際、来てもらって、見ていただきたいと思います。では、ネイビーの方に着替えてきてもらいました。いかがでしょうか。デイリーもそのままお出かけとかね、お帰りも行けそうな、そうですね、コーディネートしてみました。はい、はい、後ろはね、まあ、一回も一緒なんですけど、でもね、後ろもちゃんと計算し尽くしたりね、本当はこう、うまくね、無地とそれからこの、ニット層の配分ができてるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ続いてどんどんいきましょうか。最後にこのグレーの方を、着てもらいたいなと思ってます。お願いします。それでは最後のカラーでグレーを着てもらいました。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。今合わせてるボトムスなんですけれども、大人でめちゃくちゃ人気があります。本当にストライプのスカートと合わせてみました。一番あの密の中では大人っぽいイメージに仕上がってるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。暖かい、なんか暖かほっこりほっこりなイメージですね。はい、どれもこれも可愛いあのニットトップスなので、ぜひぜひあの今からの季節にあのおしゃれに取り入れていただければなっていうふうに思っております。実は、本日もう一つだけちょこっとあのご覧いただきたいなっていう思ってるのがございますので、着替えてきてもらいましょうかね。ちょっとこちらになってるんですけれども、マフラーですね。はい、こちらのマフラーも新作なんですけれども、チェックとそれから、まあ、同じあのトップスと同じような雰囲気で、あのケーブル&ニットとかセットになっているマフラーをご紹介させていただきたいと思います。これはね、もう本当に、スタッフの間でも最近の商品で、あの購入率ナンバーワンなんですけれども、お色目が こちらのちょっと白というかアイボリーですね、アイボリーを基調としたものと、それからこっちですね、ネイビー、こちらの2カラーになります。で、大きさも結構大きいんで、まあ、こんな感じで、何でしょう、膝掛けとかにもなりますしね、あったかいですよ、これは。そうですね、うん、感じでちょっと一回巻いてみます ね。私、まあ、今日黒い服着てるので、ちょっと白の方が目立つかなと思うので、ちょっと皆さん巻いてもらおうかなと思います。こんな感じ、はい、いかがでしょう、いかがでしょうか。はい、こんな感じでちょっと縦ライン見せつつ、はい、ニット風、あの長いロングワンピなんでね、どうでしょうか。まあ、肌触りもね、すごく気持ちいいですね。チクチクとか全然しないですね。じゃあ福原さんのネイビーをね、このまま、はい、もう本当にラフにぐるぐるっと巻きつけてしまいましょう。分量ね、本当チェックが多かったら、またちょっとカジュアル感とね、こんな感じでいかがでしょうか。もう本当巻きつけただけなんだけどね、簡単に。ちょっと普通にこう最後バッと羽織ってもらっていいですか。そうですね、そうしましょう。本当にね、慌てるときはもう巻くというよりはパッとね、コート、あの普通の無地のコートの上からこうバッと羽織るのも可愛いですしね、いろいろ使いいただけると思いますので、ぜひぜひご検討いただければなというふうに思います。はい、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ではまた来週、バイバイ。